こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、万歳緑毛の亀です。緑毛の亀は、年老いて甲羅に糸のような緑の苔を生じ、蓑を着たようになったものです。蓑亀とも言い、めでたい印です。長寿を祝う言葉です。それでは今から、万歳緑毛の亀を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。